ゼゼヤキ、ヒョウチャイレ、コンニチ、ウラセンケ、14代、タンタン祭の箱書き付けです。ヒョウ型でね、ここにゼゼの印があります。象牙豚。良い象牙豚だと思います。私服も、このチャイレに合わせて作っております。中も綺麗で、傷はないようです。こちらの購入原価は14000円です。めちゃくちゃ安いですね。これだけ安く買えたとしても、本格オークションで3万円で売れるかっていうと、わからないですからね。評価額3万5万つけてもらって、2万円スタートで一声しか入らないなんてこともないとは言えません。なので出品には慎重にならざるを得ないんですが、私は持っていても使うっていうわけではないんでね。神頼みしながらオークションを見守るっていうことになるんでしょうかね、多分ね。こちら杉板ですね。木目の綺麗な杉ですね。で、箱もとても木目の綺麗な杉箱なんですが、こういうそんなに古くないお茶道具の場合は、やはり友箱の方がいいと思いますね。流通しやすい、売れやすいっていうことですかね。このチャイレがね、友箱なしで売られているっていうことはほぼないんです。出荷の時ね。かげろう園から友箱なしでこのチャイレが出るっていうことはないですから、どこかで友箱から離れたってことになりますね。そしてこの杉箱に入れられて、タンタン祭の書き付けをいただいたという形ですね。そういうことから考えてもやはりね、友箱の方が作ったものはね、良いということには間違いないと思います。14000円だから買った時はね、もうこれで利益はまず出るだろうなんて思ってましたけど、最近の本格オークションの結果を見ると、そんなに余裕こいてられないなっていうことは分かりました。オークション配信の方に送って、まずは評価額を聞いてみたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。一貫人二置き、楽長乳。楽吉左衛門七代長乳の友箱作品です。こちらが一貫人二置き。ここにね、草原があるんですけどね。無傷で売ってたんですが、傷がありました。この辺はカマキスでしょうかね。はい、ここに、長乳の印がありますね。こちら本物で間違いないと思います。こちらの購入原価が18,015円です。これ3万円とかで買っていれば、商品説明と違うということで返品したと思うんですが、これだけ安く買えてるっていうことでね、相場との兼ね合いで受け取ることにいたしました。ただ本格オークションでプラスが出るかはちょっとわかりません。当然ですけど、傷ありっていうのは安くてもね、嫌われるっていうところが、避けられるっていうところがありますので、これが3万円スタートで、それでも入札がね、入らない。そういうこともあるかもしれませんね。しっかりとした良い蓋置きだと思います。楽吉左衛門のコレクターであればね、実際茶会で使わなくてもね、長乳の一貫人の蓋置きをね、持ちたいっていう人はいると思います。そういう意味でもね、期待はできるのかなと思っております。それじゃあ、頑張ってきてね。女神祭好み、糸巻き、タバコ盆、二面、主、宗鉄、九代中村宗鉄の友箱作品です。女神祭好みなのでね、表千家のお道具になりますかね。痛み直しありっていう記載だったんで、どうしようか迷ったんですけども、友箱がね、これは間違いないなと思ったので、買いました。だから汚れとかね、直しとか、あります。スレもね、結構強いですけどね。こういったものはね、昔はものすごく高かったんですよね。昔っていつだよみたいな感じですけど。10年前でもね、これくらいの状態だったら10万円はしましたよね。今10万円はしないですね、これはやっぱりね。こちらの購入原価は22,100円です。オークションハウスの方に送って、もしかしたらね、プラスが出るような、
そんな金額で買えてます。ただね、全く楽観はできません。成り行きのね、1万円スタートって言われる可能性も高いと思います。それでもね、欲しい方が2人いればね、5万円くらい行く可能性もあると思うんですよね。まあ、その辺を期待して送り出したいと思います。それじゃあ、頑張ってきてね。